あれ、まさかお前も行くの？おお、そうだけどって、東堂さんとか他人行儀な呼び方やめようぜ。平助でいいよ、みんなも俺のこと平助って呼ぶし、これからしばらく一緒に暮らすんだしよ。さあさあ、んじゃあ今日から改めてよろしくな。でも女ってわけじゃねえよ、みんなで酒飲んでバカ騒ぎしたい気分なんだ。お前が女の格好してくれるんなら、それだけで十分に目の保養なんだけどな。あ、俺も絶対可愛いと思う。いろいろ落ち着いたら振り袖着てみせてくれな。約束だぞ、忘れんなよ。そういうわけで察してくれよ。俺らは汗水垂らして今日の治安を守ってんだぜ。土産何か買ってきてやるから、お前何が食べたい？土方さんから外出許可が下りたらさ、お前の好きなとこ連れてってやるから。おや、これからみんなで出かけるのかい？よりによって源さんかよ。ほら、あれだよ、ゲンさん、あれ。
みんなで素振りでもするかなって。そう、それだ平助、よく言った。今日は天気もいいし、風が暖かいからな。いやはや、長倉君たちは勤勉だな。せっかくの機会だ、私も付き合わせてくれるかい？みんなと素振りしたいけど、今日は戦略があるから付き合えないんだった。こいつに豚書の中を案内してやるって約束、そうだったよな？待て平助、一人だけ逃げようなんざ。俺も付き合ってやるよ。平田医師に絡まれちゃ面倒だろう。そうかそうか、原田君の言うことはもっともだ。彼女のことはお任せするよ。じゃあ中倉君、我々は中庭に行こうか。平助のみならず、お前もか、佐野。よし、逃げるぞ。新八っつぁんすぐ怒るからな。君さ、騙されやすい性格とか言われない？あれ？もしかして気づいてなかったとか？この時間帯は僕が君の監視役なんだけどな。当時
無駄話はそれくらいにしておけ。つい先ほど来たばかりだが。気にするな。そもそも今の独り言は聞かれて困るような内容でもないだろう。夕飯の支度ができたんだが、邪魔をしただろうか。あんたと掃除の話に一区切りついたら声をかけるつもりだったんだが。じゃあはじめくん、何仲良くおしゃべりしてんのさ。すまない、取り込み中だった。飯の時間なんだからさ、早く行こうぜ。食うものなくなっちまうよ。おせよ。おめえら遅えんだよ。この俺の腹の高鳴りどうしてくるんだ。新八さん、それってただ腹が鳴ってるだけだろ。困るよね、こういう単純な人。お前らが来るまで食い始めるのを待っててやった俺様の寛大な腹に感謝しやがれ。新八、それ寛大な心だろ。まっいつものように自分の飯は自分で守れよ。今日も相変わらずせこい夕飯だよな。というわけで隣の晩御飯突撃だ。弱肉強食の時代、俺様がいただくぜ。ちょっと新パッド、なんで俺のおかずばっか狙うかな。それは体の大きさだ。大きいやつにはそれなりに食う量が必要なんだよ。じゃあ育ち盛りの俺はもっともっと食わないとね。毎回毎回こんなんで済まないな。慣れとは恐ろしいものだな。このおかず俺がいただく。うん、あんまり腹いっぱいに食べるとバカになるしね。おいおい、バカとは聞き捨て。だが、その飯いただく。どうぞ、僕はお酒をチビチビしてればいいし。じゃあ、俺も酒にするかな。ただ飯とか気にしないで、お腹いっぱい食べるんだよ。気にしたら負けだ。自分の飯は自分で守れ。最初からそうやって笑ってろ。俺らもお前を悪いようにはしないさ。ちょっといいかい、みんな。大阪にいる土方さんから手紙が届いたんだが、三男さんが退務中に重傷を負ったらしい。相当の深手だと手紙に書いてあるけど、
傷は左腕とのことだ。剣を握るのは難しいが、命に別状はないらしい。数日中には豚所へ帰り着くんじゃないかな。それじゃ、私は近藤さんと話があるから。刀は片腕で容易に扱えるものではない。最悪三男さんは二度と真剣を振るえまい。片腕で扱えば刀の威力は損なわれる。そしてつばぜり合いになれば確実に負ける。薬でも何でも使ってもらうしかないですね。三男さんも納得してくれるんじゃないかな。掃除、めったなこと言うもんじゃねえ。幹部が新選組入りしてどうするんだよ。新選組ってこう書くだろ。新選組は千の字を手編にして。平助、やりすぎだぞ佐野。英介もこいつのことを考えてやってくれ。悪かったな。いや、今のは俺も悪かったけど、ったく佐野さんはすぐ手が出るんだからな。今の話は君に聞かせられるギリギリのところだ。これ以上のことは教えられねえんだ。気になるだろうけど何も聞かないでほしい。新選組っていうのはかわいそうな子たちのことだよ。お前は何も気にしなくていいんだって。だからそんな顔するなよ。忘れろ。深く踏み込めばお前の生き死ににも関わりかねん。